心霊幻覚霊感はほとんどなくたまに疲れてる時金縛りに会うくらいなんだけど昔何か不思議な体験あったことを思い出した10年くらい前高校2年のある夏の休日にあった話あまり怖くはないその日は 何も用事がなく自分の部屋で本読んだり音楽聴いたりして過ごしてた夏の暑い盛り部屋の中はクーラーも効いててそのうち俺はいい感じにベッドで寝てしまってたその眠りの中で俺は一人で見知らぬ街中を歩いてた夢の中という認識はなかったが その街並みの見覚えのなさに疑問を抱きながら歩いていると道の先に三、四人のおばさんが電信柱の横で井戸端会議してるのが見えてきたなんとはなしに通り過ぎようとするとおばさんたちの会話が聞こえてきた「たけし君いつもだらしなくって」「ほんとダメな」「勉強もしないし」 とか言ってる。どうやら井戸端会議の議題が掘れの陰口というか噂になっているようだった何分普段の生活態度についての指摘に関しては弁解の余地がないんだけどやはり噂にまでなっているのはあまり面白くはないそこで気が小さいながら精一杯の自己主張も必要と思い 本人がここにいますよという意味で俺は自然な感じに井戸端会議の中へ歩みを進めたそのまま俺が井戸端会議のおばさんたちに近づくと中の一人が気配に気づいたらしく案の定パッと俺の方を振り向いたこの次の展開はよくある怪談話と一緒なんだけど振り向いたおばさんの顔はのっぺらぼう 冬いをつかれて俺は全身で「おお!」とオーバーディアクションを取って驚いたら夢から覚めた不可解なことはこの目覚めた後に起こったベッドの上で仰向けに寝ていたんだが目を開けた時俺の顔のすぐ上に覗き込んでいる誰かの顔があった最初は寝ぼけていて 部屋に入ってきた親の顔だと思ったがどうも違うようだ。というかよくよく見ると顔と思ったものは口も鼻もなく俺が見つめていたのはかろうじてあったその顔の右目だけだった。さらに気づいたことはその人物は天井に仰向けに張り付いていたこと。俺に対面するような位置関係で足の裏は天井に。 だんだん体を天井から離す形で俺の顔を覗いてた。目覚めた俺は何とか状況を把握したが、恐怖というよりは状況に対して、えという意識が先に来てしまって、取れた反応はそのまま静観。輪郭まではっきりと覚えていないけど、印象としては夢の中に出てきたおばさんに間違いなかった。おそらく、 10秒間くらいそのまま固まっていると天井の人物は徐々に薄れてきてついには消えてしまったこれを覚醒時に見たという証拠に俺はそのままベッドから起きてその後茶の間でいつも通りアニメ見たり夕飯食ったりしたんなんだろうな脳の回線がレム睡眠を覚醒時の視覚まで持ってきたんだろうか それかこれが心霊体験ってやつか